旧町名朝日町です。今日はですね、倉敷鶴形というエリアにやってきてます。この辺りは病院とか、昔ながらのお店あったり、教育機関があったりしてます。教育機関というか、幼稚園ですね。でその目の前に、その奥に商店街があります。何度かね、商店街の中のお店に、行ったことあるんですけども、今日はこの商店街全般をね、ちょっと歩いていこうかなと思います。昔ながらの商店街です。戦後この通りはね、露店があったそうで、そこから商店街が、形成されたということです。ちっちゃい頃ね、この辺よく歩いてたんですけども、その当時と全然変わってないですね。鶴形商店街の一直線が商店街なんですけど、その横にも商店街があって、朝日商店街、こちらが鶴形商店街の中にある、このまた商店街、朝日商店街、いつも行ってる鮮魚屋さんがあるんですけど、今日はねお休みです。毎週日曜日お休みです。お盆休みのね関係で休みです。こちらは商店街というかデパート、こんな食堂あるんだ。
駐車場あるんですね。駐輪場か。でこれが一つのデパートっていうか、あの商店街のエリアになるんですね。なるほどね。この倉敷デパートはあのこっちからも入れるんですね。この建物の、ね、上、電球がすごいレトロな感じです。ここね、あの鶴形商店街なんですけど、あのその奥に浅木商店街があるんですけど、昔のね、ここのエリアが浅木町だったんで、やはりその最初にできたのが、朝日商店街なのかなと思います。でそこからおそらくあの鶴形商店街ができたのかなと思います。そこから、駅前の商店街入ります、まあ、ここから恵比寿商店街とか恵比寿通り商店街かな行けたりします。でこちらの位置関係なんですけども、現在地がこの今鶴形商店街の前にいます。でこれを右に行けば倉敷で、これを上に行けば美観地区に行きます。まあ、今日はねこんな感じでお届けしました。昼間とね、夜は全く違う感じになりますんで、
昼間、夜は結構本当にあの居酒屋さんとかバーとかそういうの目立つかなと。まあでもちょっと落ち着いたね感じでもあるんですけども、ぜひあの皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。